イギリス空軍機用立空軍はイギリスの保有する空軍である。略称として RAF や RA 会という表記がある。日本語ではイギリス空軍、英国空軍とも表記される。1918年4月1日にイギリス軍の一部として独立した。RAF は世界で最も長い歴史を持つ空軍であり、約793機の航空機と、 34,200人の兵力を保有している。国防省の目的を達成することが任務であるが、具体的には、イギリスと海外領土を確実に保障防衛すること、特に国際的な平和と保障を進める際に、政府の外交政策を支えること、それらのために必要とされる能力を提供することである。第一次世界大戦の勝利記念と戦死者追悼の タメテムズ川のビクトリア堤防に建てられた記念碑 RAF は第一次世界大戦中の1918年4月1日にヒュート・レンチャードの働きかけで陸軍航空隊と海軍航空隊の融合によって設立された海軍航空隊はイギリス海軍と同格の部隊で陸軍航空隊はイギリス陸軍の管轄下にある航兵隊の一部門であったが 第一次世界大戦において航空戦力が決定的であると判明したことから独立した空軍を設立することが決定した。当時独立空軍の編成は先駆的な試みであり、一切の航空機運用を空軍に一元化して、機動部隊の内空母は海軍、艦上機は空軍が運用するという試行錯誤が行われたが、その非効率性から1936年に、 艦上機を海軍に戻し、その戦力を大幅に減らした。空軍は次の対戦が始まるまでの間は、比較的平和で、簡単な警備任務に従事した。第二次世界大戦前に急ピッチで、パイロット数、航空機数ともに拡張され、バトルオブブリテンでは、ドイツ空軍がイギリス本土侵攻のため、イギリス本土とドーバー海峡の制空権を獲得しようと RAF と衝突し、 1940年かきに戦闘機軍団にとって最大の試練が訪れた。RAF は搭乗員の不足に悩まされながらも制空権を堅持し戦争の流れを変えるのに大きく貢献した。また RAF の最も大きな努力として爆撃機軍団によるドイツへの戦略爆撃が挙げられる。爆撃機軍団はナチスドイツの工業地域と都市を爆撃で破壊し、 間接的に連合軍の犠牲者軽減に貢献した。沿岸軍団は空軍以外にもイギリス海軍の艦隊航空隊からも航空機を対応されていたが、当初は旧式機しか供給されず、ドイツ海軍の有望と相手に苦敗をなめた。戦略核攻撃軍のビッカーズバリアント、朝鮮戦争で飛行艇部隊を派遣して、国連軍の支援を行い、第二次中東戦争では、 キプロス島とマルタ島から航空機を出撃させて大きな役割を果たしたもののイギリス帝国の衰退により世界規模な作戦行動は縮小され1971年10月31日に極東空軍が解散された。また冷戦の長期間にわたって RAF はソビエト連邦の核兵器から戦略爆撃機による 核抑止をもって防御するという役割を演じたが、海軍に潜水艦発射弾道ミサイルが導入され、その任務を譲った。1982年に始まったフォークランド紛争では、戦場が友好国の空軍基地から離れていたため、イギリス海軍とイギリス陸軍が主力となったが、RAF のハリアーも海軍の航空母艦や徴用されたコンテナ船に搭載されて、 フォークランド諸島で近接航空支援を行った。アブロバルカン爆撃機とビクター空中給油機もアセンション島に展開し有名なブラックバック作戦を行った。冷戦が終結した近年においても RAF は1991年の湾岸戦争で100機以上の航空機を参加させ実戦で 初めて誘導爆弾を使用したことで RAF の歴史において重要な分岐点となりその後も空中給油機と偵察機を動員して多国籍軍を支援した。コソボ紛争は第二次世界大戦の終結以来初めてヨーロッパでの作戦行動となった。イラク戦争でも多数の航空機を派遣して大規模な作戦行動を行った。同作戦で アメリカ軍のパトリオットによる誤射でトーネード攻撃機を撃墜され、登場していたパイロットとシステムオペレーターの2名が死亡した。また、対空砲火で輸送機が撃墜され、10名の人員が殺傷されている。2015年にはシリア領内で活動するアイセルへの空爆作戦を開始した。バッジ RAF は国防会議の空軍委員会が管理し、 空軍参謀本部の長である空軍参謀総長によって引きられる。空軍委員会には空軍参謀総長以外に空軍参謀次長と数人の上級司令官が軍人からは参加している。2016年の時点で空軍参謀総長はアンドルー・パルフォード空軍大将。空軍参謀次長はリチャード・ナイトン空軍少将,将が任ぜられている。 現在の国防省が創設されるまで、イギリス空軍とその人員は、航空省の空軍会議によって管理されていた。1964年に、空軍会議の責務は、国防会議が引き継ぎ、新たに陸海空の委員会が編成され、そのうちの空軍委員会が、イギリス空軍の管理を任税られた。元空軍参謀総長グレントーピー、大正院戦闘機軍団の、 スーパーマリンスピットファイア1936年に多種にわたる航空機の管理を特化すべく軍団の設立が始まった。RAF の戦闘機を管轄する組織として戦闘機軍団が創設され爆撃機は爆撃機軍団の管轄下に入った。海からの脅威に航空機で対処するため沿岸軍団も設立された。第二次世界大戦の開戦時には 戦闘機軍団、爆撃機軍団、沿岸軍団、気球軍団、整備軍団、訓練軍団があった。このうち訓練軍団は1940年から1968年にかけて飛行訓練軍団と技術訓練軍団に分割されていた。1941年に輸送機を管理する軍団として空輸軍団が創設された。 1943年に輸送軍団に名称を変更し、さらに1967年に航空支援軍団へ名称を変更した。RAF の打撃軍団は1968年に戦闘機軍団と爆撃機軍団を統合して作られた。1969年に沿岸軍団と信号軍団を吸収し、1972年には 航空支援軍団も吸収した。1973年に整備軍団と第90航空軍の統合によって支援軍団が創設された。1977年に訓練軍団を吸収し、1994年に人事、訓練軍団と兵坦軍団へ分割。人事、訓練軍団は RAF 全人員の要請を受け持つほか、RAF 内の契約や、 人員の生活保護、人員の補充、予備役や、転勤の管理などに責任を持った。平坦軍団は、前線兵力の規模縮小に合わせた、広報人員数とされたため1999年に廃止、その機能は、ディフェンスロジスティックスオーガニゼーションを経て、現在は、ディフェンスエキプメントサポートに引き継がれた。これら統廃合の末、2007年には、打撃軍団と、 人事、訓練軍団が存在し、この2個軍団に、空軍委員会から権限を委任されていた。同4月1日より、打撃軍団と人事、訓練軍団を統合し、航空軍団が編成された。現在のイギリス空軍において、航空軍団が唯一の軍団であり、統合前の2つの軍団の命令系統は、現在の軍団司令部に完全に集約されている。司令部は、 RAF ハイウィッカム基地に置かれている。航空団は特定の任務に向けて編成される。限定的な環境や地域で活動し、特定種の任務に就く。イラク戦争に参加したトーネードグレーン4飛行軍は特定の任務に向けて航空団例下の部隊単位として編成される。管理部門として基地からも編成される。独立飛行軍は飛行隊か 地上支援隊の2つ以上の隊で編成される。近年は必要な時に編成される。イラク戦争ではトーネード飛行軍はクウェートとドーハの空軍基地から活動するために編成された。飛行隊は主要任務を遂行する航空部隊単位であり、任務によって運用する航空機を変更する。大部分の飛行隊は空軍中佐に指揮される。 イギリス陸軍の連隊といくつか類似した特徴があり、基地に関係なく編成されており、歴史と伝統がある。地上支援隊は飛行隊と同じ規模で基地に配備される。飛行班は飛行隊の回復編成である。空軍少佐に指揮され、2から16の飛行班で飛行隊が編成される。小規模な編成であるため、独立して編成されることもある。例えば、フォークランド諸島の 第1435飛行班などである。各種軍事システムの価格上昇を受け、数十年前と比較すると、戦力蘇生における多様性は減少しているものの、RAF は現在でも、多種の航空機を保有している。以下に、現時点での保有機材を任務別に並べた。航空機の名称に続けて付与されているコードは、その機種が果たす任務を示している。例えば、 トーネード解散は戦闘機を示す海を冠されており、さらにトーネードの3番目の派生型であることを意味している。台風雲海に台風 FGR-4 が現在イギリスの領空を守る防空戦闘機であり、RA 海ルーカース基地と RA 海カーニングス B 基地に配備されている。1980年代末から防空任務に従事してきたトーネード解散は、 台風運と交代して退役した。2008年から RAF ボスコムダウン基地が24時間耐性アラートを行う基地となり、イギリス南部と南西部をカバーしている。ハリアーグレーン9現在、RAF の攻撃部隊の中核をなすのはトーネードグレーン4である。トーネードは超音速飛行能力を備え、スカルプ EG、ストームシャドウ巡航ミサイルレーザー誘導爆弾。 アラーム台、レーダーミサイルといった多様な兵装を搭載できる。ハリアーがトーネードを保管し、これらは航空阻止、近接航空支援、適防空母制圧などの任務に陸上、または艦上から投入されていたが、2011年4月までに退役することとされた。2010年11月24日には空母からの最後の運用を行った。将来的には、 攻撃任務においても、台風運と導入が開始された回マイナス 35B が主力になる予定である。気上空対空レーダーを搭載するセントリー A1 は、進行する敵正機を探知する早期警戒機であるとともに、戦闘空域の調整も行う。セントリー A1 は RA 海オディントン基地に配備されている。トーネードとセントリーは、 イラクやバルカン半島など国外でも任務を行った。センチネル R1 攻撃機の派生型であるトーネードは専用偵察ポットを搭載して偵察機として運用されている。広い波長域にわたるカメラ、赤外線、センサレーダーを搭載している。国防省は切迫した前線の状況に対応するため2007年に 無人偵察機の MQ-9 リーパーを購入し、運用に向けて試験した。2008年には、ネバダ州、クリッチ空軍基地の第39飛行隊へ配備、アフガニスタンへ派遣され、インテリジェンス、監視、偵察任務に従事した。ニムロと R1 は、電子偵察、通信防受任務に従事していたが、アメリカ空軍が運用していた。 ボーイング RC-135R を3機購入し、RC-135W へ改装した上で、ニムロト R1 と交代している。ニムロト R1 の任務を補うため、シャドウ R1 が導入された。ボンバルディアグローバルエクスプレスを元に開発された、センチネル R1 は、アメリカ空軍で E-8J ストアーズが果たして、 いるのと同様の陸上部隊支援任務を遂行するためにアスター対地レーダーを備えている。ニムロとミスター2米ニムロとミスター2が対潜水艦戦闘と対水上艦戦闘任務に従事していた。加えて同期は、長大な航続距離と強力な通信装置を生かし、救難ヘリ、艦艇、沿岸基地間の通信を橋渡しすることで、捜索救難ミッションにおける。 調整薬をも担っていた。さらに、会場を漂流する人々に対して、救命ボートとサバイバル用品を搭載するポットを投下することも可能である。ミスターには、マラ4への改装を開始したが、中途でキャンセルされ2011年には退役し、前期スクラップとされている。後継として9機の P-8 導入を2015年には決定している。 ハーキュリーズ C5995 年に王室用飛行班は BAE125cc3 を装備していた第32飛行隊に吸収され VIP 輸送を受け持つ第32王室飛行隊となった第32王室飛行隊は現在はアグスタ A109BAE146cc2 などを運用しロンドンの西に位置する RAF のソルト基地に駐留している。RA 海ブライズノートン基地では、貨物、兵士とその装備を輸送する通常の輸送機だけでなく、空中給油機も運用されている。RAF はバギ式を採用しており、タンカー同士の空中給油も可能である。旧式化した空中給油機のトライスターと VC-10 は、次期戦略給油機計画の下で、 ボイジャー KC2、KC3 と交代した。輸送にはリネハム基地に駐留する C-130 ハーキュリーズ型機、または数機で任務ごとに派遣されている。ハーキュリーズは K 型に代わる C-130J スーパー。ハーキュリーズの装備が1998年に始まっているが、ボーイング社から長期リースで、 C-17 グローブマスター3の運用を開始した。運用中のグローブマスター3もリースの期限に合わせて購入し、RAF はグローブマスター3の保有数を増やすことで戦略輸送力の強化を果たした。C-130K ハーキュリーズはエアバス A400M と交代されつつある。シーキング捜索救難ヘリ兵士や装備を戦場へと送り出したり、 戦場から別の戦場へと輸送して陸上部隊を支援することは RAF の重要な任務である。支援ヘリコプターは命令系統を統一するため1999年に創設されたジョイントヘリコプターコマンドに所属する。大型のタンデムローターを持ち重量物の輸送を引き受けるチヌークが RA 海、オディハム基地により小型のピューイ1 c 1が RA 海。 ベンソン基地展開している。また、特殊部隊の任務のため航続距離を増やし、アビオニクスを改良した新型のチヌーク HC3 が開発された。HC3 の配備はソフトウェアと法的問題で遅れた。マーリン HC3 は2014年から前期海軍の所属とされた。また、捜索救難ヘリコプター3個飛行隊が存在している。このうち、 シーキングを装備する第22飛行隊と第202飛行隊はイギリス本国にあり、グリフィンハー2を装備する第84飛行隊はキープロスにある。軍事部隊として設置されてはいるものの、実際には海上の船舶や山岳などから民間人を救出する任務が大部分を占めている。つの T1 初等訓練用の練習機としては、スリングス B ファイアフライが退役し、 レシプロエンジン単発のチューター T1 が使用される。チューターは、バイキング T1 とビジラント T1 とともに、パイロット候補生の飛行経験確保にも使われている。中等過程では、固定翼機には、ターボプロップ単発のツカの T1 を、ヘリコプターには、エキュレイユ T1 を使用している。高等過程においては、ホーク T1 とその後継で、 実戦部隊と同様の機器と性能を持つ新型のホーク T2 が高速ジェット機、グリフィン HT1 がヘリコプター、スーパーキングエア T1 が多発機の過程でそれぞれ用いられている。高等過程を終えた段階では第一戦の部隊に必要な経験と能力が不十分であり、それらを機種、任務別に支援するため予備飛行隊において、 台風フ T1 などの実戦機の訓練用、派生型機が使用される。練習用のヘリコプターの一部は、各軍種共通の機関である、国防ヘリコプター飛行学校に所属している。将校は、軍主から任官された高等官であり、このことは部下に命令を発する権限の裏付けとなる。職業軍人としての空軍将校は、 任官前に林間社のクランウェルに所在するカレッジで32週間の初級昇降訓練コースを終了しなければならない。クランウェルには他の空軍研究機関も設けられている。陸軍と海軍の航空部隊を統合する形で発足したという経緯から将校の肩書きと記少は主にイギリス海軍、特に第一次世界大戦の海軍航空隊で用いられた、それに由来する。 例えば、空軍少佐の階級は海軍航空隊の飛行隊司令官の職名から引用している。イギリス空軍の将校は航空将校、将校、自席将校の3つに分類される。ありがとうございます。